雪村様、お役目ですかな。雪村。茶茶様、どうなさいました。もしや秀吉様。はい。わしはここまでか。何を言ってるの、お前様らしくもない。さようですぞ、秀吉殿あってこその天下。いやいや、あとは若いもんに任せて、わしらはゆっくりさせてもらう。どうねえね。お前様、イチャついてんじゃねえぞ秀吉。まだまだお前はかけ続けなきゃなんねえだろうが。家康殿、利家、天下のこと何とぞお願いする。わしとてもはや老骨でございますぞ、いたわっていただきたい。そうだ、お前一人だけ楽しようとしてんじゃねえ。秀吉だ。秀吉。お前様。夢を見とったようじゃな。信長様、わしは秀吉様。不思議ですね。え、私はあの方を許したつもりはある。茶茶様。けれどどうしてこんな胸に穴が開いたような。人が亡くなって悲しいのは当たり前のことです。そう、豊臣はこれからどうなるのでしょう。わかりません。ただ皆で力を合わせ、秀吉様が残されたものを守っていくばかりです。そうですね、叶うならこのような思いをもうせずに済めばよいのですけど。はい。茶茶様、どうかなさいましたか。陰口になど慣れているつもりでしたが。茶茶様、何が。あの侍女は召し放ちました、茶茶様。三成殿、一体何があったのですか。豊臣の家臣としてふさわしからぬものを処分しただけだ。噂する者がいたのです。秀吉様の死を私が内心喜んでいるのではないか。なんということ。腹を立てる価値もない雑言だ、バカバカしい。三成殿。けれど私はそのように思われても仕方がないのかもしれません。茶茶様、それはありえない。あなたの誇りがそのようなことを許すはずがない。三成、このようなことで心を煩わせるのは時間の無駄です。早々にお忘れになれ。少し驚きました。はい。少し嬉しいです。はい、私も同感です。
そうか。そうか。おう、利家殿。なんだよ。いえ、決してそ、ま、寝込んでもいられねえよ。家康殿と喧嘩の仲裁なんざするようになっちゃ俺も老けたと言わざるを得ない。昔なら二人まとめてぶん殴って終わりだ。はは、秀吉が血を吐く思いで気づいたもんだ。守ってやりてえよ。この太平をですか。そういやかっこいいんだが、どっちかってと豊臣って家かな。天下なんざ家康にくれてやってもいいさ。けど豊臣がバラバラになるのは見たくねえ。はい。おっと、ただ何を守って戦っていくのか、そいつだけは考えといた方がいいぜ。はい、心しておきます。シャレにならないね。なんと、どうすべきか。わかりました。
冷えますな。申し訳ありません、イエス殿。これは暴漢に襲われておりましてな。一時身を隠させていただけるとありがたい。それは難儀なこと。豊臣の重責たる御身に何かあっては一大事でござるからな。屋敷の周りを見回らせよう。しばしおくつろぎやれ。かたじけない。三成殿、何故徳川のお屋敷。家康にも対面がある。殿が転がり込んできたからってこれ幸いと討ち取るわけにはいかない。清正たちにしたところで他の者ならともかく家康に仲裁されては引かざるを得ないでしょう。なるほど。もっとも家康はそん家康は必ずこの騒ぎを利用する。このままではすみませんぜ。承知の上だ。それとも清正たちと切り結ぶ方が良かったというのか。三成殿、何をおっしゃいます。そもそもなぜ清正殿たちとこのようなことに。バカの考えることなど知るものか。本当にお前は変わらないな、三成。来たのか、義継。なぜもっと清正たちと話をしようとしない。そうです、これを機に家康殿とも話し合われては。バカと話をしている暇などない。俺は俺のやり方で豊臣を守るだけだ。三成殿、やれやれ。こうなっちゃこのお方はテコでも動きませんぜ。本当に守るべきものが何かお前は分かっているのか、三成。清正殿、正則殿。雪村か。このてめえ黙れ。なぜあのようなことを。お二人が三成殿を本心から憎んでいるとは思えません。はあ、当たり前だろうが。豊臣を守っていくには家康殿の協力が不可欠なんだ。家康殿だけではない、皆の協力が。それをあいつは分かろうとしない。それどころかむやみに敵を増やすばかり。それではだからよ、一発ぶん殴って
目覚まさせてやろうとしたのによ。てめえや家康が邪魔しやがって。されどあれほどの騒ぎとなってしまっては。そうだ、それはこちらの失策だった。豊臣家中が分裂しているという印象を与えてしまう。だよ、大げさに。あんな喧嘩昔からやってることじゃねえか。昔とはもう違うんだ、バカ。何もかもだ。清正殿。なんだよそれ。知らねえよ。三成殿、役を免ぜられたと伺いましたが。あんな騒ぎを起こしては奉行など務まらんということだろう。今は謹慎中だ。さようでしたか。左近の言った通り、状況を家康に利用された。だがこれは家康を油断させる好機でもある。三成殿。家康は間もなく上杉討伐の号令を出す。上杉を？どういうことですか。上杉は我らと志を同じくする者。家康の天下への野心を弾劾してきたが、逆に家康は上杉に謀反の兆しありなどと言い立てたのだ。盗っ人武田家シートはまさか。なんと景勝様、兼継殿、おいたわしい。真田にも出陣が命じられるだろう。今はおとなしく従っておけ。そして時来たらば俺に力を貸してほしい。三成殿、もしやそうまでして家康殿を討たねばならぬものですか。無論だ。秀吉様に代わり豊臣を守る。そのためであれば何だってする。たとえ友と刃を交えることになってもだ。三成殿。義継殿。その様子だと三成に会ったようだな、雪村。はい。義継殿、三成殿は家康が出兵した隙をついて。やはり家康も三成の考えには気づいているだろうな。それなのにあえて出兵なさるのですか。私有を消したいと考えているのは。三成殿は勝てるとお考えですか。危うかろう。そもそも戦などに持ち込むべきではない。はい。なんとか三成を思いとどまらせるよう努力する。だがそれが叶わぬ時は俺は三成と共に立つ。たとえ命を失うことになろうとも。義継殿。それが俺の乗る流れだ。友のために。それが義継殿の戦う理由ですか。そんな大層なものではないが。そうだな、俺にも三成にも家康にも戦う理由があるだろう。雪村、お前は何のために戦う。なんと。雪村、あなたも出陣するのですか。はい。上杉と戦うなど本意ではありませんが、なんとか他界する術を父とも相談し。もう戦なんてないと思っていた。茶々様。三成が家康殿に対して兵を挙げるという噂も。はい、聞き及んでおります。そうなったら再び大戦に。茶々様、
何があろうと茶々様はこの雪村がお守りいたします。え、何があろうと。当たり前です。はい、何としても三成を思いとどまらせます。戦になどならぬように。はい、されど危ない真似はなさらないでください。茶々様、承知しています。あなたこそ前にも言いましたが。はい、つまらぬ無駄死にはいたしません。されば行ってまいります。上杉攻めはどうあっても避けられぬものでございますか。今さら何を言う。再三の上洛命令にも応じぬ上杉、逆心を抱くのはもはや明確。捨ておけるはずが。上杉にすれば徳川の命を受けるいわれなどなかろうがな。我らは共に豊臣の家臣のはず。秀忠様。問いを変えさせていただきます。徳川が天下を取らねばならぬのですか。信行殿。信行様、それは。これはぜひ私もお考えをお聞かせいただきとうございますな。無論のこと、豊臣に代わり天下を統一する。おやおや、それではやはり逆心があるのは我らの方ではありませんか。秀忠様。豊臣の天下は秀吉殿あってこそのもの。秀吉殿亡き今、豊臣には天下を治められぬ。ならば天下を盗んでもよいと。さよう。どのようなそしりを受けようと、この太平を一時限りのものとしてはならぬ。乱世を終わらせ、太平を盤石のものとするため、この家康、天下を盗む大悪人となろう。見事なお覚悟。我ら家臣一同、殿の大望がため一心に働きます。徳川のため、いや太平のため、最善を尽くします。うん、皆頼みとしておるぞ。どれだけ綺麗事を並べようが、野心は野心ではないか。信行様。決意は変わらぬのだな。ああ、たとえ清正や正則と戦うことになろうとも。俺は分かった。ならば俺も。何が分かったというのです。三成、義継、茶々様。立ち聞きとはあまり褒められた行いではありませんな。黙りなさい三成。あなたはどうあっても家康殿と戦うつもりなのですか。愚問です。家康を野放しにしては秀吉様に顔向けできません。再びこの国を戦乱で覆うようなことが秀吉様の望みだとでも。秀吉様が築かれた太平を守るためです。家康さえ除けば豊臣のもと天下は治まる。家康殿も同じように考えているでしょう。しかり、故にこそ私有を決せねばなりません。そのような、なんて愚かしい。これは私選です。私と家康が天下の権を争って起こしたもの、豊臣に類を及ぼすことはありません。そんな理屈。どうか豊臣をお守りください。茶々様。三成。お許しください。あの者にとって秀吉様が残されたものはそれほどに重い。それが
秀吉様の本意ではないと分かっていてもですか。愚かなことですが、私もまた道をたがえることはできません。おねね、ちゃっちゃ、私は大阪城を出るよ。何をおっしゃっているのです。私がここでやるべきことはもうないからね。バカなことを言わないでください。戦を止められるのはもうあなただけなのに。おねね様が言ってくれれば三成だって。そうだね、私が言えば止められるかもしれない。でも本当にそれでいいと思う？それはみんなが覚悟を持って頑張るって言ってるのに、私がその志を無理やり折っていいのかな。けれど、ちゃっちゃも一緒に行く？え、ここにいればまた辛いものを見ることになる。ちゃちゃはもうそんな思いをしなくてもいいんだよ。おねね様、いいえ、決して。逃げるならお一人でどうぞ。私にはここでやるべきことが、約束があります。そっか、ごめん。チャチャにはチャチャの覚悟がもうあるんだね。でもね、チャチャ、決して笑顔は忘れないで。前にも言ったでしょ、笑う角には福来たる。良い天気ですな。ちゃちゃ、遊びに来てくれたのか。しかし町がどうも騒がしいようじゃな。このざわざわした感じ、嫌なことを思い出すのじゃ。さすが良い勘をしていますね。では戦になるのか。あなたは早く大阪を離れなさい。どんな騒ぎになるか分かりませんから。ちゃちゃはどうするのじゃ。私はここにいるしかありません。そうなのか。真田のもとへ逃げるならわらわも共にと思うたが。そのようなことできるわけ。そうか、ではわらわもここにおるぞ。話を聞いていましたか。ここにいては危ないと。であればなおさらじゃ。ダッチを一人危険なところに残してなどいける。ダッチ。ダッチはダッチじゃ。わらわはダッチのそばを離れぬぞ。雪村、三成から密使が届いたぞ。三成殿から。もしや。さよ。あやつ家康討伐の兵を挙げた。止められなかったか。茶々様や義継殿のご心痛はいか。我ら真田にぜひお味方願いたいと。父上は何とお返事を。
信行を呼んだ。揃ったら話をしよう。はい。勢いは家康殿にある。父上であれば皇后の感情は置いて、やはり勝つ方に疲れるだろうか。ならば私は。父上、お待たせいたしました。兄上、久しぶりだな、雪村。揃ったな。では始めるか。わしは三成につく。父上、まことですか？太后へのご恩返しですか？どちらが真田に得があるか考えたまでよ。さようですか。私は家康様にお味方します。兄上。天下を太平に導けるのは家康様のみ。三成の行いはいたずらに世を乱すだけと存じます。はい、分かった。お待ちください。父上と兄上が敵味方になど。雪村、お前はどうする？私は。我らは己の心に従って決めた。お前も己の心のままにせよ。私は。私には守らねばならない人がいる。三成殿にお味方し、父上と共に戦います。そうか。父上、雪村、ご武運を。兄上も。お帰りなさいませ、信行様。父上は何と？三成が兵を挙げた。父上と雪村は三成に尽くそうだ。そんな。信行様はどうなさるのですか？無論、家康様のもとで戦う。よろしいのですか？太平を守っていけるのは家康様のみ。その助けとなるべく力を尽くすと私は誓った。はい。そして真田の家は私が守る。万一の時は我が命に代えても、父上と雪村を。信行様。真田のお家が割れるなんて信じらんない。雪村様と信行様が戦うなんて。別に珍しいこっちゃないだろ。そうだけどさ、真田は特別だと思ってたよ。特別なものなんかねえよ。家族だなんだ言ったところで。サスケ、あんたすぐに上田に戻って戦の準備だろ。見回ってくる。あいつ、私より落ち込んでない？ち。翔、
かような場所で我と接触するなど迂闊だな、サスケ。そんなこと言ってる場合じゃないだろう。真田は信行以外三成につくんだってさ。これで真田と徳川はまた手切れだよね。師匠、俺はどうすれば。好きにせよ。はあ、何それ。俺は任に私情を挟むな。そう言ったはずだな。だから何言ってんだよ、さっきから。俺は何も。忍びとして生きることをお前に強いた覚えはない。忍びではない生き方をお前が選ぶなら。だから意味わかんないっての。そっか、師匠疑ってんだ。俺が真田に寝返ったんじゃないかって。俺がもう役に立たないって。そう思ってんだ。いいぞ、やってやるよ。真田正幸と真田幸村、あいつらの首を取ってやればいいんだよな、サスケ。見てろ、やってやる、やってやろう。あれ、半蔵の旦那とサスケ。第十二章、覚悟。三成挙兵の報を受け、家康は上杉征伐の途中で兵を返し、迎撃のために部隊を再編した。家康と三成の対立により真田家は分裂する。徳川方の信行と別れ、正行と幸村は上田へと帰還するが、上田には徳川秀忠の率いる軍が迫っていた。時は慶長5年、ついに天下分け目の合戦の火蓋が切られようとしていた。できましたぜ。また来てください。見回りを続けます。じゃ始めっか。はいはい、やりゃいいんだろ。
どこ行くの？気づいてんでしょ。殺気が足りないんじゃない？動揺するような弾。本当に騙してたんだ。くどいね。雪村様を騙した。許せない。ムカつくけど、やっぱいい腕だよ、先輩。敵が私をそんな風に呼ぶな。やめよ。雪村様、こいつは私が。訳を聞かせてはくれぬか。ただの仕事だよ、真田を探るっていう。そうか。雪村様、戻るぞ。ちょ、待てよ。俺はどうすんだよ、裏切り者そのまま。務めを終えたのなら戻るがいい。戻るとこなんか。あんたを撃たなきゃ俺には。首をやるわけにはいかないな。行き場がないのなら私の元にいればいい。雪村様。この本当にバカなんじゃねえの、サスケ。サスケはやはり戻ってはいないか。はい。そうか。ひどいやつですよね。徳川の患者だったんですよ、最初から私たちを騙して。でも忍びってそういうものですから、潜り込んだ手際は褒めてやるべきっていうか。あれ、おかしいな。何ですかね、私は。そなたも寂しいのだな。わっ、何をおっしゃいます雪村様。あのやついなくなってせいせいしてますから。そうか、早く戻ってくるとよいな。だから分かりました。
家様。これは雪村様。雪村様、ご苦労様でございます。雪村様、これは雪村様。出陣する。知らん。私は雪村様の忍びだから。堤防を築いてくれる我ら真田に味方して。なんと、
これで全ての民を助け、私も急ぎ。以上ありません。